さて今回は誰に会いに行こうかな。この人と思わせといて、この人楽しみですね。おほ散歩たらに来ております。やっほー。じゃあ早速たらをブラッとしましょうかね。港町っていうのはいいですよね。こう旅感がすごいありますね。心地がいいですね。お、あそこで鳥居がね見えてますよね。わあ、そしてね、見てください、向こうの方がねすごいね、今道が現れてるんですよ。海の中に潮のね満ち引きによってね見え方が随分変わってくるということで、まあ、まさに月の引力が見える町タラというね。うわ、なんか変な感じ、変な感じですよね。体感月の引力、うん、道の駅タラ、タラ福館ですね。よう来てくんしゃったということなんで行っちゃいましょうかね。わー、すごい、いろいろ置いてありますけど、やっぱり牡蠣ですよ。これ一袋1,080円、すごい量。あ、そう、タラといえばやっぱりみかんもねいっぱいありますけど、うーわー、この試食の充実っぷりが嬉しいな。いただきます。あ、うまい、美味しいわ。これうまい、いいっすね、試食がいっぱいあってですね。本当にね、海の幸あり、そしてみかんあり。お、カニ出しコロッケ、タラですからカニだ。あの、カニのほぐし身は入ってますね。で、出汁汁がじわっと出てきますので、いただきます。揚げたて。あ、お、すごい、じわっと出てきました。うわ、うまい。カニの出汁がジューシーですね。これ思ってたコロッケの感じとまたちょっと違って新感覚です。確かに。さあ、お、今回ね抱く人がいるというこちらタラ駅なんですよね。ステッカーもバッチリ貼ってあります。こんにちは。どうも、あの抱く人の石田駅長。そうです。なんでもちょっとアイデアマンだという。あそこにですね、はい、幸せの鐘っていうのがあるんですよ。おお、ありました。タラ駅は良いことが多い駅って書くんですね。確かに。だから1回鳴らすと幸せを呼んで、うん、2回鳴らしたら2人が幸せ、3回鳴らしたらみんなが幸せということで。なるほど。これでね1回だったらちょっとね人間性疑われちゃいますんでね、しっかり鳴らしたいと思います。そうですね。よし、3回鳴らしたんでみんな幸せになります。いいですね、気持ちがいいですね。はい、では駅長、最後に写真を、幸せの鐘を挟んで、はい、チーズ、カシャン。ここから月の引力が見える町にこう出発するという、そうですね、はい、いい旅の始まりになりますよね。なります、はい。伊達県佐賀嬉野にやってきました。まあ言わずと知れたね、有名温泉地なんですけども、いいですね。散歩、いろんなお店がありつつ、お土産屋さんもありつつ、本当お散歩にぴったり、古くからある。あ、こんにちは。おほ散歩しております。嬉野。あ、どうもどうも。いやー、参っちゃったなあ、やっぱ嬉野といえばね、お茶ね。ジェラートがあるみたいですよ、自家製の。ちょっと食べてみようかな。あー、来ました、ありがとうございます。綺麗な緑色です。いただきます。うん、うん、うん、うわ、お茶がすごく、お茶の味濃いですね。香りがいい。うわ、うまい。いや、ちょっと歩き疲れた体に染み渡りますわ。これはいいぞ。大人のジェラートといった感じでしょうか。嬉野をね、ブラブラとしているんですけども、やはり外せないのがこちらですね、肥前夢街道。抱く人がいらっしゃるということで、ちょっと探してみたいんですけども。はっ、着替えてでござる。というわけで修行するでござるよ。いやー、なかなか厳しい修行だな。おほまるでござる。うわ、大迫力でござる。えい、あ、刺さったけどわずかに外れたでござる。いきます、いきます。いや、立派な忍者になった気分でござるよ。おお、すごいすごいすごい。どうも、
あの抱く人の源さんでいらっしゃいますか。会いに来ました。あら嬉しい。ありがとうでござる。はい、さあこれが某日バランスゲー。ほいよいしょ。回転も。おおすごいすごいすごい。おおおお源さん源さん源さん。ありがとう。おお、はい、ありがとうでござる。ちょっと一枚写真を。あはいはい喜んで。はい、チーズカシャ。じゃあ抱く人でこう訪ねてきた方にはもう今の技を見せていただけるということでね。今回のおほ散歩は体も心もポッカポカの旅でした。